どうも、ジャンヤです。今日はですね、バーチャル YouTuber 最強ぷよらーの、風見亮くんと、ぷよぷよ対ぷよぷよで10先、そして、ぷよぷよ対テトリスで10先を行いましたので、こちらの解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。まずはぷよぷよの10先ですね。さあ、突如として、風見亮選手と、ぷよぷよ10先をやることになりました。さあ、こちら先寄り GTR。相手も先寄り GTR ですね。さあ、まあ、大体、まあ、土台は一緒なんですけど、ちょっと形が違う感じ。さあ、こちら黄色から連鎖 B、緑まで入れる。まだ入れてないですね。さあ、ここでしっかり緑、赤まで入れて、ここら辺から中盤に差し掛かる。さあ、3ダブ打っていく。こちらが3ダブ打っていったのに対して、相手が2ダブの3、4、5連鎖までの対応ですね。でかい。それを見て、こちら即本戦発火。結構短いんで、これ。5ダブからの6連鎖。さあ、即発火して6連あるんで、まあ、多連結なんで帰ってくるかな。ここは5連結なんで、6連結だったらちょっと帰ってこなかったけど、5連結のため少し帰ってくる。まあ、若干不利ですかね、こちら側が。不要量で有利だけど、まあ、盤面的に結構、降っているんで、お邪魔が。若干不利といった感じですかね。しかし、まだまだ挽回できる範囲内。さあ、ここでいきなり本線打っていく。さあ、そうすると、ちょっとこの本線は安直だったかもしれないけど、まあ、結果的には、相手の赤が暴発したんで、まあ、いい、攻撃みたいな感じになりましたね。5連鎖ダブルで止まっていたので、なんとかなった。さあ、しかしまだわからないですよ。2連鎖で、こちら受ける。打ってもよかったような気がしたときで、あ、まあでも受けた方がいいか、さすがに。さすがに受けた方がいいですね。こちら2連鎖から2連鎖で刻んでいく。さあ、ゾロからのゾロ引きで発火されてしまった。ちょっと、いつも噛み合った感じですね。しかし、3連なんで、こちら3取り。3取りが、刺さっていく。一応まあ、カウンターで、まあ、黄色の受け用意していたけども、まあ、赤玉以上、赤玉と2段かな、打ってたんで、まあ、受けられるようではなかったですね。まあ、若干、内容的には、まあ、本戦打ったのは、安直だったかもしれないけど、まあ、結果的には暴発していたんでね、なんとかなったって感じですね。あんまり、まあ、内容は褒められるようなものではなかったかな。まあ、最初なんでね、最初の1本目はま、こんなもんでしょう。もう一つ見ていきましょう。どんどん見ていきます。これ、一先の部屋なんでね。どんどん、もう流れるように試合が終わるとは思うけども。さあ、こちら再び先寄り GTR。それに対し、風見亮くんが、これ後折りの、まあ後折りの土台ですね、普通に。座布団L字ではないけど、なんか、弥生のような、普通にまあ後折りの土台かな。さあ、こちら2ダブ、クイック2ダブ。クイック2ダブに対して、連結の3連で対応してくる。うまいですね。さあ、1ランなんで受けられる。しかし、ちょっとまあ、一段分振ったんでね。飽和的には不利。しかし、ま、連鎖日もまあまあ入ってるんで、打とうかなーって迷ってますね。さあ、打っていった。しかし、連鎖日付近の青が吸収されてしまった。ここでだいぶ火力が少なくなってしまいましたね。さあ、7連、8連まで、青が引けずに刺さっていく。これもちょっと青が引かれたらまずかったような気がするんで、若干危なかったですね。こういうなんか、内容的に、まあ、完全に勝ってるという感じの試合展開ではないので、まあ、微妙っちゃ微妙っすね。なんとか結果的に勝ててるっていう、なんか、そんな感じの試合でした。じゃあ、どんどん見ていきましょう。まあ、ちょっとやっぱり連鎖日の青が吸収されてしまったのが痛かったですね、火力の面でも。かなり、まあ、あのぐらいの火力だと後打ちで返されてしまうので。さあ、こちら先寄り GTR。お互い先寄り GTR ですね。まあ、大体形が似てるような気がするけど、そうですね。ちょっと、黄色が連鎖日付近、風見亮くん側の黄色入れづらかったんで、一回整地させたか、それともちょっとミスってしまったかの2連鎖。さあ、こちら、それ見て2連鎖打つが2ダブ。連結の2連かと思いきや、幽霊で2ダブに乗ってた。これは、ちょっと、多分実戦では狙ってたけど、今のは自分では見えなかったですね。後付けの解説だと見えなかった。さあ、2連鎖に対して、こちら、本線を発火していく。2列目からの発火なんで、地味に見づらい。さあ、そこに3連鎖打ってしまうと、7連鎖が刺さる。多分これ、折り返しミスったのかな。まあでも結構、まあ埋められてたっていうのはあったんで、まあそこでちょっと繋げるのが難しくなってしまった感じですかね。まあいきなりこちらが本線打ったっていうのもあって、まあ結構まあびっくりしたっていうのもあるかもしれないんで。幽霊の紫の2ラブが結構勝敗をの決め手になった感じですね。あそこに乗ってないと、まあこちら側に降ってしまって不利になってしまうので。やっぱり幽霊で、凝集しづらい連鎖って非常に強いんですよね。もう一つ見ていきましょう。もう一つというか、もうどんどん見ていきましょう。さあ、前決戦。前決戦。
さあ、こちら右側から組んでいる。それに対し、相手側は左側から組んでますね。左側のカウンター。さあ、どこら辺で消化するか。2連鎖に対し、こちら本線赤。今の赤ちぎるべきだったな。ちぎればここで、赤で1連伸びたんで。6連、7連まで行きましたね。これは見えていない。さあ、多連結5連からの6連差で少し返ってくる。これはもったいなかったですね。1連付け足すことができれば、さすがに有利にはなったと思うんで。これちょっと反省点ですね。しかし、まあ状況的にはそこまで、不利ではないんで。まあ5分ぐらいじゃないですかね。だいたい5分ぐらいなんで、ここからの立ち回り次第、さあ1回単発から入って、相手が、赤ハッカー。上の赤ハッカー高いんで結構、いけられそうな形ですね。そこに3連差で刻みながら、まあ、本戦も残ってるんで強いですね。さあ、打ってきた。打ってきましたね。結構でかいのを打ってきた。同時消しで結構入ってるんで。3ダブ、4ダブから5連鎖、6連鎖、7連鎖まで。さあ、こちらそれに対し、多連結の7連鎖だけど、ちょっと同時消し、そうですね。それまでの連鎖が同時消しで消えてなかったんで、そこの分の火力が出てしまい、火力負けしてしまいましたね。カズミリオくんが連鎖って3連鎖ダブルとか4連鎖ダブルとか含んでたんで、そういうやっぱり地味なちっちゃい連鎖の、同時消しでも結構軽く後々に影響したりするんでね。さあそこの差が出てしまった。なおかつ、まあセカンドも5連鎖も完成していたのでね。セカンド込みでも、まあ返したとしても不利ですね。さあ、3対1かな。もう一つ見ていきましょう。間違えた。お気に入りするつもりはない。さあ、このツモは自分 GTR かな。基本的にまあ、開幕のそのツモって、まあ、土台固定させてるんで、それに対し、相手側が後折りの GTR かと思いきや、これ同色かな、同色じゃなくてサウマリンですね。サウマリンで、赤から青、そしてエンサビ赤まできっちり流れで入っている。さあ、2ダブっぽい、茨からの2連。それに対し4連鎖で対応。これはちょっと突っ込んでしまった感じではありますよね。さあ、打たされた。これは、もう、圧倒的不利。単純に、8-1引かれて、まあ、6連鎖なんでね、しっかりこれ連鎖の、頭で入ってるんで、十分量。これはちょっとやってしまいましたね。まあ、茨からの2連で、まあ、クイック、クイックだったかな、わからないけど、まあ、ちょっとあんまり良くなかった手だったかな。その前に、単発か何か確か消していたので、まあ、相手にも時間与えちゃったっていう部分、があったんで、まあ、そこにね、うまく4連鎖で対応させられ、されて、こちらの本線を引き出されて、まあ、後打ちで伸ばして、まあ、理想的な試合展開をされてしまいましたね、これは。さあ、3対2かな。どんどん見ていきましょう。もう1試合1試合で終わるからね、本当にもう流れが早いんですよね。さあ、こちら先ほど GTR、相手も、先ほど GTR ですね。だいたい、ここで手順変わっていく。手順は変わったけども、土台的には一緒。さあ、どうだこれ。連鎖尾が、あれか、真ん中の黄色から、真ん中の赤と繋ぐのか。さあ、8-1、これ地味に8-1相手引いたんで、そこ見て、赤、緑まで繋がってるなってしっかり凝視して、一応打ったけど、これどうだ8連鎖の5連結に対して、こちらも8連鎖の5連結だけど、この7連鎖目が、6連結ででかいんで帰りますね。さあ、帰っていく。まあ、若干、まあ、量に、不安が残る可能性もあったんで。まあ、理想を言えばもう一連鎖伸ばしたかったけど、まあ、でも、全然赤玉と三段、赤玉と何段書いたかな。一、二段ぐらい書いたと思うんで。まあ、あんまり無理をしないっていう点では良かったかな。三段ぐらい書いたか。ちょっと見てなかったですね。お邪魔の量は見てなかったけど、まあ、無理して引けないのをリスク背負うよりは、まあ、確実に引けて返せる量、有利になれるんだったら、それで十分なんでね。あんまり無理しないことは重要。伸ばせるんだったら伸ばしていいけどね。やっぱり伸ばしに行こうと、無理に伸ばしに行こうとすると、引けないリスクがあるんで。引けないとやっぱり、当たり前だけど負けになってしまうんで。まあ、有利を取れるなら、全然、無理に伸ばさずに、そのまま速発火でいいと思います。じゃあもう、どんどん見ていきましょう。さあ、再び前傾戦。前傾戦ですね。まあ、先ほど負けているんで、前傾戦ちょっともぎ取っていきたいところですが。さあ、こちら再び、右側に対し、相手の方が、風見良くん側が、左側に組んでますね。さあ、単発に被せて、同時消しが強い。結構この被って、発火されるのってかなり不利になるんですよね。お邪魔が降る時間もそうだし、単純に、やっぱり、
法はでもこれ不利なんだね。さあ、2連鎖で一旦削ってるというか、まあ、刻んでいってるが、さあ、ここで打っていく。これはどうかな。打たれる。これはまあ、緑まで入ってるんで、まあ、負け確ですね。さすがにセカンド圏内にはならないかな。まあ、もともと不利な展開だったっていうのはあるけど、もうちょいなんか連鎖で刻みたかったっていうのはあるかもね。いきなり本戦打ってしまったんで、まあ、飽和でもともと不利だから、普通に本戦後伸ばしでされたらまあ、厳しいんでね。もうちょい連鎖を刻んで、相手を埋めることを、潰すことを意識するか、それとも、まあ、そうですね、それしかなかったかな。ワンチャンなんか、相手の盤面を埋めてから、まあ本戦を、ある程度埋めてから本戦を打つっていう択だったかな。その2択でしたね。ちょっとこの本戦は安直でした。さあ、どんどん見ていきましょう。ぷよぷよの解説もやっぱ疲れるな、普通に。両方の画面を見て、適切に解説するっていうのは難しいんで。まあ、適切に解説というか、そもそもお邪魔量を、さっきほど、まああれだったけど、完璧には解説できていないけどね。まあある程度は、まあ知識はあるんで、そこら辺はしっかり解説していこうと思います。両方の画面をやっぱり見るっていうのは、それだけでまず難しいよね。さあ、2連鎖に対して赤からの一応3連鎖で受けられてます。さあ、8-1で4連鎖にしてきた。さあ、こちら本戦赤。4連鎖は対応できないと思って、こちら本戦赤ですね。緑発火かな？緑発火で伸ばしてって、赤発火、しっかり赤が来て発火している。これ、暴発はなさそうですね。ないけど、連鎖日が黄色、緑と入っていないので、入るかな？ 9 連鎖目が多連結で、10連鎖目も連結多めなんで帰る。これもったいね。赤まで俺、セカンド伸ばしに行ったんですけど、ちょっと妥協して紫で良かったっすね。無理に伸ばしちゃったせいで暴発してしまって、セカンドでまあ有利取れた量だったんだけど。こういうところがやっぱり強欲というか、やっぱり妥協した方がいい場面ですね。まあ、勝ち確を狙いに行ったんですけど、まあ、全然圧倒的有利取れる場面だったからな。もう、その赤まで伸ばせずに、紫で発火して十分量だったんでね。これはもったいないですね。さあ、欲が出てしまうと、やはりこういう風に、逆転されてしまうんで。やっぱりね、妥協も重要なんですよね。ゴリ伸ばしても重要な時はあるけど、まあ、基本的にまあ、先ほども言った通り、あんまり無理をせずに、妥協して、発火していくっていうのも、ぷよぷよは、かなり重要な技術になります。もう一つ見ていきましょう。こう見ると、やっぱり、秒数、ぷよぷよの1試合って、だいたい1分以内に終わるっていうのがわかりますよね。まあ、そんなもんか。一試合だけで言ったら、そんなもんです。あんまり一先の部屋って立てないんで。結構なんか、違和感はあるけど。さあ、こちら先寄り GTR。相手側も先寄り GTR ですね。さあ、ちょっと緑が多くて、処理にお互い困ってそんな感じはあるが、さあ、でかいぞ。単発から2陸は3連か。3連差面あるんで。しかし、対応手がなく、そのまま刺さっていく。単発で埋められたのが痛かったかな。まあね、相手でかいの構えてるの、一応まあ見えてはいたんですけど、対応手が単純に作れてなかったですね、これは。ちょっといやらしい単発で、お邪魔振ったのが厄介だったかな。では見ていきましょう。これも GTR じゃないかな。GTR ですね、GTR。さあ、若干手順はやはり違う。まあ、手順はね、結構その人の個性が出るんで。まあ、手順はそんなに、違くても、全然、めちゃくちゃその後の展開に影響出るっていうほどではない。さあ、単発から、落下ボーナー最低2個打った、3個打ったかな。さあ、2連、受けてから単発。これが1個振る。さあ、多連結2連に対して3連鎖で対応していく。一旦受けてから緑で、2連鎖を持っている。さあ3連鎖、いや、本戦にしましたね。しっかり本戦にして繋げて。これ全部入ってるんででかいっすね。全消しではないけど、いや、全消しか。全消しですね。うまい。お邪魔が右側じゃない、左側1個残るかなと思ったけど、ちゃんと全部お邪魔回収して、12連鎖全消し。さあ、これは辛い。ちょっと12はないっすね。まあ、想定以上にまあ、本戦がでかかったっていうので、後打ちで11連鎖の連結、まあ、1連鎖分少ないんで、さすがに厳しいですね。仮に帰ったとしても、まあ、全消しプラスセカンドがあるんで、まあ、星以上は最低でも返さないと不利にはなっちゃうかな、この展開は。うまく、
お邪魔が降ってる中に本線を繋いで、まあ、効率のいい連鎖でかなり回収されてしまったので、そこでやられてしまいましたね。ちょっとこちらが連鎖日付近で、無駄な付与が多かったんで、大穴差が出てしまった感じですね。では、もうどんどん見ていきましょう。ぷよぷよの解説動画って多分今まであんまり上げたことないんで、結構まあ新鮮な方はいるんじゃないと思う。さあ、再び先寄り時で、お互い先寄り GTR ですね。結構、なんか、やってて思ったんだけど、まあ、単純に GTR の手順のツモが来るのが多いなぁとは思っていた。さあ、真ん中が結構威圧的なの構えてる、クイック3連鎖。そこに単発打ってしまうと、これ、怪しいですね。一応3連鎖で軽減するものの、多連結2連が飛んでくる。うまい、これ。この多連結2連は強烈。そこに4連鎖被せてくる。これはやられましたね。まあ、やっぱり3連鎖に対し単発を打ってしまったのが致命傷になったかな。一応3連鎖作れたけど、まあ、量が足りないのを見越されて、連結の2連で3段振ってしまったんで。あの連結の2連が決め手になったかな。で、3段埋まったらもちろん本戦発火度っていうかね、本戦の大1連は十分なんで。うまい感じに対応手作れなかったですね。まあ、やっぱり割り込みこのゲームめちゃくちゃ強いんで、相手が足りないと見れば、もうどんどんね、割り込み狙って即発火。連携させることがね、めちゃくちゃ強いゲームなんで、ちゃんとそこを意識してますね、本当に。強い。で、もう一つ見ていきましょう。今何体なんだこれ、ちょっと待って、やべえ。覚えてね。覚えてないですね。まあ、一応最終経過してるんだけど、現状のやべえ。解説してたら本数を忘れちゃった。失礼しました。さあ、先寄り GTR、お互い先寄り GTR。まあ、ド安定ですね、GTR は本当に。さあ、3連鎖、4連鎖構えてる。こちらは本線重視。本線1本か。入れて、でかいのに被せていく。まあ、撃ってくるだろうって思ってたんで、そこに被せて、一気に本線ですね。さあ、時間を奪う感じの本線。まあ、連鎖日はそんなに入ってないけど、まあ、結構時間ないんで、相手がもね、伸ばすの難しいんじゃないかなとは思いますね。さあ、しかし、5連結の8連鎖なんで帰ってくる。が、ここはセカンド圏内、しっかり発火して、7連鎖だな。黄色赤までの7連鎖。まあ、セカンド、このゲームめちゃくちゃ積みスピードじゃない、積むスピード、ん?積もスピード。失礼しました。積むスピードはそんなに、まあ、変わんないと思うけど、積もスピードがめちゃくちゃ速いんで、時間を与えるとセカンドでめちゃくちゃ組めるんですよね。なんでこんな感じに、まあ、先打ち本戦からのセカンドご利用戦術っていうのも、実際にはかなり強い戦術であるんですよね。というとは。まあ、やっぱり、セカンド、かなり本当に組めるからな。めちゃくちゃ組めるんで。どれだけ、後伸ばしで、もうかなり伸ばしたとしても、本当にセカンドが相当組める時間あれば意外に帰ったりするからね。だからもう、速攻で伸ばして打つか、まあ、単純にもう足りるだろうと思って即打ちするか、みたいな。そういうのが結構基本的な戦い方にはなるかな、ぷよっていうのは。よし、じゃあもう一つ見ていきましょう。これも GTR じゃないかな。GTR ですね。GTR、お互い GTR。やはり手順はちょっと違う。手順は少し違う。連鎖日しっかり赤まで入れて、連鎖日の形も違いますね。さあ、本線を入れた、多連結2連。これは受ける。受けてから、しかしまあ本線1本になってるんで、これはちょっとこのまま打つと弱い気が打っていった。これ操作ミスかな?さすがにこれで打つのはないような気がするけど。6連鎖を打っていく。しかしこれが刺さるかと思いきや普通に本線を発火されてしまった。これは不利。ここで本線セカンド発火するが8ダフに対しさすがに6連では足りないかな。そうですね、まあ、多分これはさすがに操作ミスったと思いますね。あそこで本線をいきなり即発火する選択肢はあまりにもなさすぎるんで、多分これは自分操作ミスだと思いますね。しっかり、あ、間違えた。しっかりそこを、見極められて、本戦を合わされて、負けてしまいましたね。セカンドで、まあ、どうだろうな。めちゃくちゃ頑張れば一応返せる量いけたかもしんないけど、ちょっと妥協発火してしまったんで、さすがに今のは、まあ、伸ばしに行くべきですね。ちょっとここも判断をミスってしまった感じかな。じゃもう一つ見ていきましょう。これも GTR じゃねえかな。もう本当になんか GTR 組むつも多かったんだよな。それに対し、相手が結構まあ速攻チェックな連鎖なんで、これは警戒してますね。さあ強い。ああいう形強いんだよな。てかもう、赤の、単発から狙ってますね、これ。さすがに打ってこなかった。
まあ一応本戦あったんで、肉は狙ってましたね。赤ハッカーから。恐ろしい。さあ、連サビ同時消しででかい。ちょっとこれ、ひよって本戦打っちゃいましたね。ひよって本戦を発火してしまったが、これ、黄色入れて、赤入れて、青ハッカーでいけるわ。かなりまずい感じですが、入れて入れて、青が引けず。まあちょっとこれ、ひよってしまったのはあんまり良くなかったなぁ、でも。まあ結果的に勝てたけど、まあ若干、ツモに依存された戦い方ではあるんで、あんまり良くないような気がするな、これも。ちょっと同時消しにビビってしまいましたね。まあ、最速、ああいうのって難しいんだよな、戦い方。単純にまあちっちゃい最速打つと、普通に真ん中からなんかぶっ壊し、てか、二ダブとか、肉輪とかにできるんで、肉輪は言い過ぎか、ニトリとかにできるんで。で、まあ、でっかく仕掛けたら仕掛けたで、本戦でマルチで短くなるんで、ああいうのって本当に戦いにくいんですよね、やってて。だからまあ、本戦を打ったっていうのは実際あります。さあ、もう一つ見ていきましょう。対マルチの戦い方はめちゃくちゃむずいんだよね、本当に。まあ、安全に飽和するのが無難なんだけど。まあ、やっぱり威圧的に構えられてるっていうので、フォアも削られるんでね、警戒しなきゃいけないから。本当に、その、なんて言うんだろう、打つタイミングが嫌らしい人と、まあ、マルチでね、やると、すごい厄介っていうのはある。さあ、単発から、連結2連打つかな。連結2連クイック。それに対し、連結3連のクイック。さあ、2段強なんで、これは一応受けられる。連結2連から、相手が本線を発火してくるか、本線を発火してきたのに対して、なぜか俺が本線を発火してしまった。これは、何だったんだろう。これちょっとちきりましたね、自分多分。うん。なんか、本線に見えなかったのかな。普通に本線打たれたとこになぜか即打ちしてしまって下がってしまった。いや、よろしくないですね、非常に。単純にまあ伸ばせれば、まあ有利な展開ではあったと思うんで。まあさすがに、さすがに有利だな。結構まあ時間与えるかもしれないけど、さすがに有利にはなれるとは思います。さあ、もう一つ見ていきましょう。さあ、前決戦。前決戦は今のところ2回負けてるかな。2回やって2回負けてるんで、そろそろ勝っていきたいです。でお互い対照的な、積み。こちら右折りで、風見陽くんが、左側ですね。さあ、単発攻撃でこのタイミングに振るか振らない !3 分の、6分の3。6分の3回避されて、延命される。さあ、受けてから、これは、ニトリにした。ニトリの3か。3連3もいらねえな。しかし、刺さった。まあ、今の赤ハッカーでも繋がってなかったように見えたな。まあ、3分の6分の3か。まあ、半々な確率なんでね。全然振らないこともあるけど。あ、ちょっと振れ振れって自分は祈ってましたね。まあ、一応カウンターで構えて、まあ、ニトリだったら強かったな。3連3目いらなかったけど。まあ、結果的に刺さったって感じですね。相手側もカウンターそんなに、組み切れていなかったので。まあ、最初の前消しの単発がそもそも、まあ、予想外だったというか、まあ、直撃したっていうのが、まあ、予想外だったんでしょうね。はい。もう一つ見ていきましょう。多分これも GTR ですね。GTR。もうほぼ GTR だな。ほとんど GTR ゾーンできたわな。さあ、今回もお互い先より GTR。しっかり連サビまで入れといて、青まで入ってますね、これ。二ダブ構えてる。二ダブじゃねえか。三連鎖か。三連鎖。これまあ、ちょくちょく見ていますね。ちょくちょく見ながら、警戒しながら積んでいる。さあ、一回三連鎖。三連鎖に対し、二連鎖だと、二段強振るんで、さあ二連鎖に対し割り込み狙って本戦発火。これはいいですね。これ非常に内容はいい。まあ相手が足りないのを見て、本戦でまあ割り込みを狙っていきましたね。まあこんな感じにまあ本当にノータイムで判断していくっていうのがまあプヨテトの理想的な戦い方ではあるんで、まあめちゃくちゃ難しいですけどね、ノータイムで。正確な判断をしていくっていうのは。まあ、現に、そのさっきの安直な本戦測った、まあ、正確な判断までとはいかないけど、まあ、こういう試合展開やっぱりしっかり増やしていきたいですね。さあ、どんどん見ていきましょう。相手がもう足りないと見たら、もう連携、本戦の連携やら、まあ、最速の連携やら、不法の連携やらでしっかり仕留めていきたい。さあ、再びお互い先寄りの GTR。
形はまあやっぱり若干違いますね。連鎖びしっかり紫の多連結になってるんで、これ結構火力は出そう。さあ、連結の2ダブじゃなくて、増殖の2ダブなんで、そこまで強くない。しっかり3連鎖で返される1段強を、真ん中に2ダブ振ったの痛いですね。さあ、4連鎖じゃない、3ダブ、3ダブに対し、2連鎖なんで、ここもしっかり、仕留めていたい。茨から3連鎖で、時短しましたね。本戦の大一郎はまあ、いけたような気がしなくもないけど、まああんまりね、時間与えすぎるとマジで怖いんで、しっかり、キープを外して、時短して3連鎖。茨からの3連鎖だったかな。にして大一で刺していくと。まあ、いいですね。これも内容いいですね。やっぱりしっかり連鎖を短くしたっていうのが結構評価できる。さあ、どんどん見ていこう。GTR。GTR。相手が熊積みからのサブマリンかなこれ。いや、ザブトン LG ですね。ザブトン LG。さて、しっかりザブトンを積んで、両手。2ダブ構えてる、2ダブ打ってくる。それに対して、あぶね、ギリギリ間に合った。ギリギリ間に合って、2ダブの3。さあ、これ埋まったかなと思って本線打っていった。青ハッカですね。青ハッカまで掘れればって感じだけど、まあさすがに掘るの難しいだろうと思って打っていった。さあ、これが刺さっていく。これ、そうだね。確かこれ、ラストの試合だった気がする。というわけで、ぷよぷよ10先はね、なんとね、何対何だった ?5 対9ぐらい ?6 対9か5対9ぐらいから、なんとまあ、プロの意地を見せたという感じでしょうか。一気に、自分が本数をもぎ取って10対9で勝利していきました。ぷよぷよの対戦、カズンリオさんありがとうございました。そして、やっぱりね、俺といえばテトリスですよ。テトリスの10先もしましたんで、こちらの解説もやっていこうと思います。よし。大抵とはね、全然立ち回り変わってくるんで、自分いきなりテトリスに切り替わりました。はい。相手側のぷよぷよもかなり高く組んで、受けられる体勢を整えながら、それに対してこちらはもうどんどん。やっぱり積もらせない、相手に引かせないっていうのが一番強いんで、タイプ用は。どんどん時間を与えない攻撃を送っていく。LJ イリュージョン動く。さあ、回してから間に合わず。一応まあ2連鎖あったんですけど、まあでも2連なら、ちょっと振るんでね。どの道自利品にはなってたんじゃない。さあ、まずは1本。まあ、テトリス負けられないですからね、自分はもちろん。これはもう真剣にやりま、もうガチでいきましたね。さあ、DT4。こちら DT4 に対し、左側に高く組んで、GTR っぽい形かな。上に紫、緑を置いて、黄色ハッカー。さあ、パフェ。パフェに対してしっかり打ってくる。5連鎖かな。いや、4連鎖っすか。2列目に紫が乗ってなかったんで、5連鎖だった。さあ、LJ イリュージョンからシングルナイズアタック。さらにテトリス。これシングルドネイト。T スピンって、まあ、細かいことだけど、上の方で T スピンすると、遅れるのが早くなるんでね、単純に時間が。なんで今のは先に T スピンの選択肢をしたって感じですね。あゆみのね、4ライン分消してしまうと、T スピンの、このソフトドロップの時間が、猶予が増えてしまうんで、ぷよぷよ側に、攻撃を遅れるタイミングがちょっと遅くなってしまうっていうデメリットはあるんでね。なので、T スピンを先に打ちました。さあ、2対0。どんどん見ていこう。DT4 かな?これは DT4 のツモだと思います。それに対して、左側のカウンターを踏んでいる黄色ハッカー。さあ上に持ってって、青ハッカーかな?青ハッカー。一応5連鎖。まあ、お邪魔で2列目の赤と赤の間にお邪魔が降ってるけど、しっかりゾロ引いて5連鎖発火してくる。LJ イリュージョンで、ま、総裁を当てながら、これ、ま、外す体勢ですね。しっかり全部外して、T スピンダブルからテトリスを送る。さらに T スピンシングル。さらにテトリスを。ここまでは、ま、読んでいた。このテトリスの位置がしっかり触っていく。って触っていきましたね。よしよし。純ちゃん。ま、やっぱり総裁外し強いですね。ま、受けられる場面。T スピンで、ま、火力の節約しながら総裁を当てといて、全部受けられるとこはしっかり受けてから、カウンターの T スピンダブルからのテトリスが触っていきましたね。よし、どんどん見ていこう。TSD かな?開幕 TSD か DT4、このつも。
開幕停止インしたな。さあ、若干、まあ、インペリア派生か、なんか、再び TS に行くかなと思ったけど、平積みに行きましたね。単純にタイピオが平積み強いっていうのもあるんで。そこも込みで、しっかり平積みを組んでいくが、歩みの脳をミスしてしまう。さあ、その間に組まれて、発火されたが、これはどうだ ?6 連ですか ?5 連か。紫は入っていない。5連3用を、しっかり痛いじゃないかと、受けてから、テドリス、テドリス。チースピンダブル。これが刺さっていくかな。刺さっていった。まあやっぱり時間与えないことを最優先してるんでね。不要側に本当に時間与えないことを最優先していて、自分の立ち回りは。まあ2ライン消しやら、T スピンダブルやら、テトリスやらのね、連携をかなり意識してるんで。2ライン消しして、T スピンダブルして、置いて、テトリス置いて、2ライン消しみたいな。かなりそういう連携を意識してますね。T スピンダブルにできる特技でも、T スピンシングルからまあ2ライン消しにしたりとか。本当にまあ相手のツモ数を引かせない立ち回りをしてます、ね。どんどん見ていこう。これも開幕 TSD かな。開幕 TSD ですね。TSD から、インペリ発生。今回は、右側から組んでますね。カサミリオくんが右側から組んでいる。さて、緑ハッカーかな。緑ハッカー。しっかりテトリスから TSD ダブルまで。3連差ですけど、まあ LJ ディジョンまで打てば3連差で足りないのを見越して、1個振るのがでかいんですよね、今の。今のお邪魔1個振るのがめちゃくちゃでかい。さあ、黄色傷。一応まあ2ダブあったけど。さあ、回せずに刺さっていく。ワンチャン右側に回せれば、紫が単発では消せたかな。まあ、どの道、まあ、樹里品だとは思うけど。なんとか、運だったかな今の2段振ったのかなもしかして、単純に。単純に2段振った可能性が高いです。Tスピンダブルもテトリスもいやらしい火力で、1段と2個、Tスピンダブルがバックトゥバックついてると1段と2個で、バックトゥバックついてるテトリスだと1段と4個振るんだよね。結構その、重要なところに2個振って欲しくないってところに振ってくると、まあ、プヨ側としては嫌だっていうデメリットはありますね。まあ、そこはまあ、運の領域なんで、自分で採用することはさすがに不可能。さあ、これはパフェ済みじゃないかな。やはりパフェ済みですね。パフェ済みでしっかりパフェ取れる。まあ、相当弱体化されたとはいえ、今の単発は置き水でしょう、さすがに。入ってたにあの単発する意図はないんで、置き水してしまった。さあ、そこを見逃さない、こちら。LJ イルジョン地獄。3連鎖。今の後打ちだったらギリギリ帰ったかな。まあ、普通に先打ちしましたけども、後打ちしたら帰ってた可能性あります。さあ、どんどん上でティースピンをしながら、火力の節約。で、刺さると見越した上で、テトリスをしっかり追い打ちしていく。いいですね。テトリスはやはりかなり内容がいい。まあ、もちろんめちゃくちゃ自信はあるんで、ね。テトリスに関してはマジで誰にも負けない自信があるんで。そこだけは、まあやっぱり内容がいいですね。ぷよぷよちょっと、まあ怪しい内容、いい内容も結構あったけど、怪しいところも結構多かったんでね。テトリスは今のところ、まあ完璧な、ほぼ完璧な立ち回りができている。どんどん見ていこう。さあ、DT4 かなこれは。DT4 っすね。DT4。さあ、DT から何に発生するかだが、パフェ済みに発生かな。2連鎖全消し。最長パフェは取れる。T スピンミニからテトリスのパフェなんで強い。サンダーウフルが、まだ一応、まあ、全消しの目があるんで、それは受けたいって感じです。そう、これをしっかり受けてからテトリスを即座に送る。今のは待ってました。待ってましたー。全消しって感じ。さあ、これが触っていく。まあ、やっぱりね、総裁に当てちゃうと穴腹が来る上に、相手に火力を送れないんで、本当に、もう一石不調って感じだからね。まあよくわかんないですけど。まあそんな感じなんで、あんまりよろしくない。しっかり、総裁を外すことを意識した方がいい。よし、どんどん見ていこう。DT4 か開幕 TC。どっちかは多分自分の気分次第かな、今のツモは。どっちでもいいんで。さあ、DT4 からパフェルートに発生していった。紫ハッカの、3連鎖を持っている。3連鎖を構えているが、こちらパフェ取れる。まあ、でもさすがに打ってくるんじゃないかな。で、打ってこない。緑伸ばしたか。伸ばしに行って発火してくる。さあ、これは、4ダブ。4ダブっすね。さっきの3連鎖じゃなかったか。ちょっと、凝視ミスしてしまった。LJ イリュージョンしっかり受けてから送って、LJ イリュージョン。
テトリス。これは相手がサンダブナを飲み越して5分前行動ですね。しっかり連を繋げることによって火力が漏れてしまうことを心配ないという、まあ、結構説明難しいですけど、そこでしっかりカウンターで刺しました。まあこの後もね、かなり穴が良かったんで火力も出そうな形で強いですね。間違えた、さっきもやったな。これどんどん見ていこう。さあ DT4 か開幕停止、多分 DT4、 ディリオスね、 DT4 にしていく。これは DTTKI にはせずに社畜かな、社畜トレイン。ここでこんな感じに T スピンに押して、さらに T スピンを作るのを社畜トレインという技です。まあ、DT からの派生の社畜ってめちゃくちゃ強いんで、あれおすすめなんですよね。さあ2連鎖で一旦軽減してくる。軽減してテトリスから T スピンシングル、そこに打ってくる。ここで打ったのをしっかり連鎖数を把握して、まあ、積んでってます。6連なら存在外せるだろうと外してって、ミナキチ、さらに T スピンダブル、さらにミナキチと。こんな感じに連携を与えて相手に全く積もらせない立ち回りです。さあこれが下がっていく。いいですね。外せるとこ外して、受けるとこ受けて、まあ、しっかり、冷静に判断をしていくと。さあ、ラストですね、これ。しっかり止めていこう。DT4 か、開幕 TSD。開幕 TSD じゃなくて、DT4 にしました。DT4 から、これは TKI ルートのツモかな。TKI ルートだけど、DT キングクリムゾンに発生していく。さあ、T スピントリプルから、TSD タワー。TSD タワーでトリプル。さらに、これが刺さっていってしまった。まあ、トリプルって火力高いんでね。ああいう風に、1段と4個振るんで、振る確率の方が高いんでね。まあ、さっきのは6分の2だったから、まあ、まだ振んなくてもいいかなとは思うけども。やっぱりああいうのあって、確率がそれ以上に高かったら、だいたい振るんでね。6分の1でもこれ振る、めちゃくちゃ真ん中に振るような気がするゲームなんでね。なぜか知らないけど。多分、錯覚だと思うけど、そういう風に思うゲームなんで。やっぱり、まあ、そこら辺は運の領域ですけどね。しっかり対応というか、まあ、振らないような立ち回りをしましょうってことですね。というわけで、まあ、テトリス、ぷよぷよの10先は、自分が10対、10本選手で、10対9で自分が勝ちましたね。で、テトリスの方は、まあ、もちろん一回も負けたくねえと思ったんだが、もう負けたくねえと思っていたので、しっかり10対0で、完封勝利をすることができました。というわけで、風見亮さん、対戦ありがとうございました。またぜひやりましょう。というわけで、なんとね、バーチャル YouTuber 最強プリオラーの風見亮くんとの、対戦でした。今日も皆さんご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。